はい、それではちょうどお時間になりました。イベントの方を始めていきたいと思います。皆様改めましてこんにちは。現在開催中の東京都人権プラザ企画展一緒に生きる身体障害者補助犬法成立から20年、この、企画展の本日は付帯イベントという形になっています。補助犬イベントデーということで、午前中はなんとワークショップを3つ実施をしてきて、お話してくださる方もちょっとぐったりされている方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、午後はトークプログラムということで、盲導犬、介助犬、聴導犬それぞれのユーザー様に、ご登壇をいただいて、いろんなお話をお聞きしたいと思っております。本日の司会を務めさせていただきます、東京都人権プラザ専門員の田村と申します。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。企画展ね、ぜひ今日見ていっていただければと思います。すでに見ていただいた方もいらっしゃると嬉しいなと思うんですが、今年は身体障害者補助犬法が作られてから20年の節目の年なんですね。そういった意味もあって、今回人権プラザでこのような展示を開催させていただいています。ただですね、法律ができてから20年経った今でも、補助犬ユーザーさんの多くが、レストランやお店、タクシーなどので、いわゆる同伴拒否という、犬ダメですというお断りをされてしまう、そういう悲しい出来事がですね、まだまだ多くあるというふうにお聞きをしました。今回のイベントや企画展をきっかけに、少しでも多くの方に補助犬や法律について知っていただき、さらに他の人にも広めていただくことで、補助犬ユーザーさんが安心して暮らせる社会を目指したいというふうに思っています。で、そういった社会っていうのは、障害のある方だけではなく、私たちみんなにとって暮らしやすい社会、優しい社会になっていくんじゃないかなと、そんな思いも強く持っています。この、今回のトークに関して、企画展の展示監修にもご協力をいただきました日本補助犬情報センター様に多大なご協力をいただいて、本日開催をしております。それぞれ のユーザーさんお話しされますが、コーディネーターとして、日本補助犬情報センター事務局長の橋爪智子さんに、この後はバトンタッチをして、会場進行をお任せをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、すいません、ちょっと前置きが長くなりましたね。それでは、橋爪さん、ご登壇、ユーザーの皆様よろしくお願いします。では改めまして、ただいまご紹介いただきました NPO 法人日本補助犬情報センターの専務理事兼事務局長をしております橋爪智子と申します。よろしくお願いいたします。本日は2時間というプログラム、長いですけれども、皆さんと一緒に楽しく、そして、あ、なるほどなっていう、いっぱいたくさんの気づきがあるような時間にしたいなと思っています。間に10分休憩挟みますので、休憩していただけますし、また途中でもね、出入り自由ですので、どうぞちょっとずっと座ってるのがしんどいなっていう方は移動していただいても大丈夫です。そして先ほど田村さんの方からもお話がありました、補助犬法20周年という、節目の年に企画展展示をしていただきまして、本当に素敵な展示を作っていただきました。まだご覧でない方はぜひ終わってからですね、出て左奥にあります展示ルームご覧になってみてください。補助犬3種類の犬たちのこと、そしてユーザーさんたちのこと、もしかしたら、あれ、今目の前にいる人たちがいっぱい奥にいるかもしれないみたいな、展示になっております。ぜひね、ご覧になっていただけたら新しい発見あると思いますので、たくさんの人に伝えていただきたいなと思います。そして本日、まあ、コロナもね、まだ完全になくなったわけではないので、少し
不安もある中でありました。どのぐらいの方が集まっていただけるかなと思っていたらですね、本当に定員以上のお申し込みをいただきまして本当にありがとうございます。すごく嬉しいです。皆さんが興味を持ってこのように集まっていただけましたこと、また、結果によってね抽選になりましたので、本日リアルでは参加できなかった方、オンラインで参加いただいていると思います。ありがとうございます。ぜひね、皆さんにとって実り多い時間にしたいと思います。よろしくお願いいたします。では早速、皆さんに聞いてまいりたいと思います。身体障害者補助犬の中には、3種類の犬たちがいます。じゃあ、それね、一つ一つ聞いていくので、知ってるよっていう方。今日はね、ちょっと難しいですよ。いっぱい頭を使わないといけないです。まず、今日は、視覚に障害がある見えない方いらっしゃいますので、手を挙げても分かんないですよね。っていうことは音で知らせましょう。私が盲導犬知ってる人って言ったら拍手してください。でもね、音だけでは今度聴覚に障害のある方、音の大きさ分かりませんよね。なので拍手した後に手を挙げましょうか。ね、両方やっていただきます。じゃあまず盲導犬知ってるという方、拍手をしてください。ほとんどの方が拍手。ありがとうございます。じゃあ手を挙げましょう。ほとんどの方が手を挙げました。全員ですね。ありがとうございます。じゃあ、今日ではなくて、今日まで、今までに、実際盲導犬、お仕事してる盲導犬、出会ったことあるよ、見たことあるよという方、拍手してみてください。たくさんありがとうございます。じゃあ手を挙げましょう。ありがとうございます。では2つ目、介助犬、知ってるよという方、拍手。じゃあ手を挙げましょう。これも多いですね。ありがとうございます。じゃあ今日までに実際の介助犬見たことあるよ、会ったことあるよ、拍手してみてください。急に減りました。じゃあ手を挙げてみてください。減りました。じゃあ三つ目、聴導犬、知ってるよという方、拍手してください。じゃあ手を挙げましょう。おー、たくさんありがとうございます。じゃあ今日までに、実際お仕事をしている聴導犬に会ったことある人、拍手。じゃあ手を挙げてみてください。介助犬と聴導犬は同じぐらいかな。そうですね。やっぱり数が少ないんですね。盲導犬は今約900頭前後。ね、900頭前後。ちょっと減ってきていますね。800、今858ぐらいになっちゃったかな。でもまあ900切っちゃった。今数ですね。で、介助犬は今58、3まで減っちゃいました。今53頭。今53頭分の1。ねえ、すごい貴重ですよ、皆さん。聴導犬は今、60は切っちゃいました。だから58になっちゃいました。この間まで63ぐらいいたんだけれども、減って、今58。皆さんどうですか？ちょっと、盲導犬はね、まだちょっと、800から900ですけれども、58、アイドルに会うよりも、貴重な体験を今日皆さんはされているっていうことをね、覚えて、今アイドルよりもすごい貴重な介助犬聴導犬あったよって言ってみてください。ありがとうございます。まあ、そんな風にね、数がまだまだ少ない補助犬たちですので、会ったことがない人がほとんどですよね。ですので、やっぱりね、皆さん知らないから、わからないから、ちょっと犬は困ります。っていうセリフ、いろんなところで聞いてしまいます。正しく知ってくださっていれば安心してどこでも大丈夫。もうだって法律で認められているんですから大丈夫。私たちが行くスーパーレストラン、病院もそうです。コンサートもそうですね。どこでも大丈夫なはずなのに知らないから断られてしまう。すごくね、悲しい事件が全国でなくならない。それね、お店の人は犬を断ってるつもりなんですけれども、当事者からすると
障害がある自分が断られてる、すごくショックな出来事なんですね。ぜひそういうね、悲しい出来事がないように、なくなるように皆さんにはサポートぜひしていただきたいなと思います。ではここから実際のユーザーさんのお話をお伺いしていきたいと思います。簡単に自己紹介からしていただきたいと思います。まずは盲導犬ユーザーの瀬谷真理さんです。よろしくお願いします。皆さんはじめまして、瀬谷真理です。日本人です。瀬谷っていうのはもうそうですね、30年ぐらい前に、私は動物が大好きなので、クープレンティングエンバイロメントウィズエニマルズ、動物と共に生きられる環境を作りたいと、これを活動名にしました。今2代目盲導犬と動いていますが、今日はベーチェル8歳、もうすぐ9歳ですけれども、久しぶりの仕事でちょっと今日は興奮していましたが、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ瀬谷さんにちょっと障害についてお伺いしたいんですが、いつ頃からどのような状況になられましたか？きっともっと前から少しずつおかしいなとは思っていたんですが、やっぱり35歳ぐらいの時にもういろんなものを蹴ってしまうし、やっぱり最初に視野が狭い、あと暗いところが見えないということで、まあ、父親も同じ病気だったので、あ、これはこの病気だなと思って障害者手帳をいただきました。なるほど。では30代になってから見えにくくなって、今はどのぐらい見えていらっしゃいますか？見えなくなったっていうことは、皆さんが思うと全く見えないとかっていう感じでしょうけれども、私の目は徐々になので、50歳まで自分の仕事の染色を手書きで書いていました。染め物ね、されてたんです。で、徐々に見えなくなって、その50歳の時に、あ、もうこれはダメだなと思って、いろんなことをし納めようと思って、やりました、いろんなことをね。で、今72歳、もうすぐ73歳になりますが、実はこの1年ですごく進んで、今日は、上に電気がなんか眩しいぐらい光っているの、それのみが見えます。ありがとうございます。そうなんです、皆さんね、視覚障害者、目が見えないって聞くと真っ暗のイメージされませんかね。実際真っ暗な人って視覚障害者の1割しかいらっしゃらないんです。じゃあ9割の人はどのような状況か、見えにくさがいろいろあります。今マリさん、本当にほんのわずか光を感じるっておっしゃってました。例えば、全体が水槽の中みたいにぼんやり見えて歪んで見える方だったり、もう真っ白の煙の中にいるような状況に感じる方もいらっしゃれば、先ほど視野というお話がありましたが、真ん中しか見えない人、逆に真ん中だけ見えない人、この見えにくさというのにもたくさんいろいろな種類があるんですね。ですので視覚障害者と一言で言っても、見えにくさは本当に一人一人違うんだということを知っておいていただきたい。なので白杖をついて歩いている方、また盲導犬と一緒に歩いている方でも、もしかしたら皆さん見かけたことがあるかもしれない、スマートフォンを最近ね、見る視覚障害者の方増えてるんです。というのも拡大できますよね。色も反転させて黒いベースに白い文字だとすごく見えやすくなります。そのような形で残ってる視野とか視力を使ってスマホを使える方もまだまだたくさんいらっしゃるんですね。ですので、大きな誤解、見えない人イコール真っ暗っていうことではないんだということを知っておいていただきたいなと思います。ありがとうございます。そしていろんなチャレンジをしていらっしゃる瀬谷さんですが、最近ハマっている、楽しんでいること、趣味なんですか？先ほどお話ししましたように、50歳の時にもう見えなくなると思って、最初で最後にしようと思って、海に潜りました。
その時はボンベを背負って潜っていったんですが、最高に素敵だったんですね。海の中は地上よりもちょっと見えたんですね。それから始まりました。そしてスキンダイビング、そして今は競技のフリーダイビングをにのめり込んでますね。でそれはもう十何年になりますけれども、そしてもともとその色とか、うちの両親が絵描きだったので、絵の方に諦めがつかなかったので、絵本を作ったり、それはイラストレーターさんに自分の思いを託して絵本にしていただいたり、あとそうですね、今は後で見ていただきますけど、シャルル・ボネっていうものが私の目の前に、朝から晩までこううごめいてるんですね。シャルル・ボネは原始ですけど、それを作品にして発表したこと、それをこれからまたどんどん広げていくこと、そしてもう一つは犬と話せるアニマルコミュニケーターを勉強しています。すごい、ありがとうございます、ね、もう本当にいろんなチャレンジをされてて、私も会うたびにびっくりするんですけれども、本当に楽しんでいらっしゃる、後半ね、またちょっと絵についてどんな絵を描いていらっしゃるか、どうやって描いているのかっていうのは聞いていきたいと思います、ね、今日2時間マリさんのお話聞きたいぐらいなんですけれども、今日は3人のお話聞かないといけないので忙しいです。ありがとうございます。じゃあ、続けて佐藤さんに聞いていきたいと思います。障害の状況と、あとは、いつから、車椅子の生活かというのを教えてください。頸椎の4番で、頸椎に首からこうね、神経がいってますよね、皆さんね、神経が通る頸椎があるんですけれども、そこが事故によってね、損傷するんですよね。脊髄っていうのは豆腐より柔らかいと言われてた。強い力がかかるとそこで出血を起こしたりとか、切れてしまったりとかするものなんですね。で、私は運がいいことにそれがなかった。神経の場所がね、上から4番目、首のね、頭蓋骨から4番目の頸椎にあるところを、そのね、番号によってどこがの神経がいかないかとか、しびれるとかね、握力の強さとか、いろいろ変わってきます。4番だったんですね、はい、事故で何歳の時でしたか？2006年にお怪我されて、事故によってね、何度か事故が繰り返されて、最後転倒で車椅子の生活になられた。なので、小学校時代はね、走り回ってたんですよね。はい、ありがとうございます。じゃあ、佐藤さんの趣味、楽しんでいること、何がありますか？ここ、7、8年の趣味は、相棒の介助犬と出かけることです。相棒の介助犬と出かけること、 7,8 年、ごめんなさい、介助犬さんの紹介を忘れていました。介助犬さんの紹介お願いします。介助犬の名前はイムア。イムアだって。イムアって私もね、初めて聞いたんです。これハワイ語？はい、ハワイ語でどういう意味ですか？前とか前進するとか、そういった感じです。すごい素敵ですね。ハワイ語で前へとか前進するっていう意味が、イムアという言葉だそうです。そのイムア君とペアになってど
のぐらいですか？まだ1ヶ月経ってないんです、ね、ほやほやなんです。でもさっき7年って言ってましたね。っていうのは今はこう2頭目なんですよね。前の1頭目が引退してつい最近デビューした2頭目のイモア君と、ベーチェル、盲導犬のベーチェルは2頭目ですけれども、もうベテランさんっていう形で、はい。ね、皆さんこうやってこう代替わりしていくっていうのがね、補助犬たちの特徴でもあります。じゃあ、イモア君とペアになられて、また先代のニコル君と一緒に7、8年、どこに行くのが楽しみですか？公園に連れてって、ちょっと広いところで、一緒に走ったりとか、うん、公園で走ったり、あとね、私知ってます。佐藤さんにはね、スターバックスの新作を聞くと毎回知っていらっしゃるので、スターバックス巡り好きですよね。大好きです。大好きです。そうなんです。いち早く新作はね、試される。スターバックス行った時、介助犬大丈夫ですか？大丈夫です。うん。先代の介助犬が、しばらく引退した後いない状態で出かけてて、ワンちゃんがいないって言われました。ああ、ね、そうなんです。やっぱり補助犬連れてると目立つんですよ。いい意味でも悪い意味でも。私たちが目指す社会は、これが当たり前の状況なので、あ、今日も補助犬ユーザーさんいるなぐらいで終わればいいんですけど、まだすごい珍しいので、うわ、介助犬がいる。うわ、盲導犬がいる。聴導犬だって初めて見たってすごく目立つんですね。なので、どこのお店に行っても人気者になられます。なのでね、ちょっとお休みしてたり、いない代替わりでちょうどね、期間が空く場合もあったりするので、そういう時はね、どうしましたかってなっちゃうんですよね。そのぐらい受け入れられている、今和くんと佐藤さんですけれども、じゃあ、この後ね、実際に、介助犬のお仕事は見せていただくので、次のご紹介に参りたいと思います。じゃあ、松本さんにお話を聞きたいです。障害の状況を、何歳ぐらいから教えてください。はい、松本です。私は聞こえる子どもとして生まれて普通に育っていたんですけれども、中学生になった時に進行性の難聴という診断をいただいて、20歳までには聞こえなくなるよというふうにその時に言われたのが耳の障害との出会いでした。でもその頃はほとんど自覚症状がなかったので、何このお医者さん何言ってんのみたいな感じだったんですけれども、着実に進行していきまして、ただ原因が分からなかったので、何が原因なんだろうって一生懸命原因探しをしました。で、思い当たるのが私は覚えてないんですけれども、親が3歳ぐらいの時に高い熱が出て、実は命の危ないぐらいのところをさまよったことがあると、もしかしたらその時の熱が原因か、その時使った薬が原因かもしれない。でも言われたのがそれから10年以上経ってからだったので、カルテも残ってませんでしたし、はっきりとした理由は分からないまま聞こえなくなっていくという状態でした。で、20歳過ぎて初めて障害の認定を受け、23歳でほとんど聞こえなくなって、今は自分の声も聞こえない状態で、ちょっと大きい音が響くとか、こう補聴器を使うと少し音を感じられる程度で、言葉の聞き取りはほとんどできないという状態です。はい、ありがとうございます。皆さん聴覚障害者っていうイメージでお話聞かれてびっくりしませんでした？すごく声がクリアなんですよね。今お話あったみたいに大人になってから聞こえなくなられました。なので私たちと同じように声をもう獲得して自分の声知っていらっしゃるんですね。声の出し方も知っている。ですのでこんなにクリアにお話できるし、ご家族が皆さん聞こえる方なので声で普段も話される状況が多いと声を出し続けられるんだけれども、やっぱり声を使わなくなるとどんどん出し方わかりません。自分の声わからない。
というお話がありましたよね。そういう状況もありますし、生まれつきだったり、小さい頃に聞こえなくなった方はやっぱり自分の声の出し方すごく練習難しいんですね。なので、聴覚障害者といってもいろんな方がいらっしゃる。これも同じです。多分肢体不自由者の方は皆さんイメージできると思うんですよね。生まれつき、お病気だったり事故だったり、電動車椅子、手動の車椅子、あと杖で歩いてる方、いろんな方いらっしゃるってね、ご存知かと思いますけれども、聴覚も視覚も同じ障害でも人それぞれ違うんだっていうことを知っておいていただけると、また理解がね深まるかなと思います。ありがとうございます。チャンプ君の紹介をお願いします。はい、そろそろ僕の出番かなということで目覚めて起き上がりましたが、私のパートナーはトイプードルのチャンプと言います。7歳の男の子です。実は私にとって3頭目のパートナーで、私今回補助犬法20年ということを何度もお話出てきたんですけれども、その補助犬法ができる前から聴導犬と暮らしておりまして、補助犬という言葉ができる瞬間にも立ち会わせていただいたという、多分現役聴導犬で一番古いというキャリアだけはあるんですけれども、チャンプとは4年目で、もうベテランの方になってきています。はい、ありがとうございます。またね、チャンプ君にも後で実際のお仕事見せてもらおうと思います。じゃあまたねちょっと戻りまして、瀬谷さん、ごめんなさい、忘れていました。そう、私が教えていただくっていうね、いつもこんな感じです。はい、趣味なんですか。一生懸命話すことを考えてたので、飛ばされるとちょっと私の中の頭が狂ってきてしまうのでしっかりアピールさせていただいたんです。私はマリさんのように海に潜るということは足がつかないところで泳げないような私には無理ですし、元アスリートの京子さんのようにとは違ってスポーツは見る専門なんですけども、どちらかというとインドアで、最近一番ハマっているのはやっぱり、映画や舞台を見ることです。やっとコロナ禍だいぶ収まってきて、いろんなところに出かけられるようになったので、映画や舞台を見に行ったりライブを見に行ったりということを楽しんでいます。聞こえないのにどうやってって思われるかもしれないんですけど、それは後のお楽しみにとっておきたいなと思っています。ありがとうございます。そしてね、今また私にヒントを出してくださったので一個思い出しました。そうそう、佐藤さんの紹介の時にスポーツ忘れてたそうそう、スタバのことだけ思っちゃってすいません、失礼いたしました。佐藤さん実はこう見えてどう見えてスポーツマンなんですね。スポーツウーマンなんです。後でね、また今持ってます、後でね見せていただきます。実はアテネパラリンピックのパラリンピアンで、今日メダルも持ってきていただいております。2004年アテネであったパラリンピックで銀メダル、ありがとうございます。銀メダル出てきました。今日ね、実際に見ていただこうと思って持ってきていただきました。貴重なね、銀メダル。もしよかったら終わってからでもね、見せていただけるので、触ってみたり、重さもぜひ感じてみてください。で、パラリンピックのメダルね、素敵なのは、あ、今くんのご褒美かなって、あれ僕のかなって思ってますけれども、裏面にね、展示が入ってるんです。パラリンピアンね、視覚障害がある方もいらっしゃる。ちゃんとね、伝わるように、アテネパラの、銀メダルですよっていうのがわかるように、ね、展示が入ってるのが素敵だなと思います。ちなみに競技は何でしたか？円盤投げです。円盤投げ出たんだって、すごいですよね。ちょっと見てみたいぐらいですけれども、今日はあんまり物を投げないようにしてくださいね。はい。では、皆さんのね趣味聞きました。なかなかね障害がある方の趣味って聞かないですよね。皆さんと一緒なんです。まあちょっとパリ、パラリンピアンとはちょっとね違うかもしれないけど、ね、皆さんと同じようにでも少し工夫をして楽しんでいらっしゃるっていうことを分かっていただけたんじゃないかなと思います。じゃあここからはちょっと補助犬にクローズアップして補助犬のご紹介をしていきたいと思います。
で、まず盲導犬は皆さんもうね、見る機会もあるし、テレビとかでも紹介されててね、ご存知かと思いますが、でもまだまだ実は誤解が多い。もうスーパードッグのように思っていらっしゃる方、まだまだいらっしゃるんですね。例えば、はい、ここからディズニーランドまで行ってって言って、マリさん、ディズニーランドまで連れてってくれますか、ベーチェルが。慣れている場所でも間違いますね。そうなんだって。実はじゃあどうやって歩いているか、白杖をついて歩いていらっしゃる方はご存知ですよね。白い杖ついて確認をしながら歩いていらっしゃいます。実は一緒なんです。盲導犬も教えてくれるものたった3つです。曲がり角、段差、障害物。これを止まって、その止まる時の角度、ちょっと左に入れるよっていう時は左に少し体を入れて止まってくれます。また、上りの段差の時には、一段前足を上に上げて、上りの段差で止まってくれます。なので、マリさんはハーネスわかりますよね。胴につけているハーネスを持っていらっしゃるので、そのハーネスの動きから読み取るんですね。あ、今障害物避けてくれたな、また橋に戻ってまっすぐ歩いているな、1個目の角止まってくれた、左に曲がれるって少し斜めで止まってくれてるな、じゃあ1個目の角、マリさんの頭の中に地図が入っているのでレフト5指示を出します。そしてまたストレート歩きます。そしてまた角を教えてくれて、段差を教えてくれて、で信号にたどり着きます。じゃあ信号、さて、盲導犬がね、教えてくれるって思っている方、まだまだいらっしゃるんですが、残念ながら犬はカラフルには見えません。なので、段差わかります。曲がり角わかります。信号までは一緒に来ることができます。でもそこから信号の色わからない。じゃあどうやって渡りましょう。マリさん、どうやって渡りますか？誰もいない場合はね、本当に車の音を聞いて一回行かせてしまって、次に止まった時に進むという形を取るんですけれども、うん、やっぱり周りの人からのお声掛けを心待ちしています。どなたがいらっしゃって今渡れますよって言ってくださったら本当に助かります。そうなんです。こんなにね、 IT が進んでいるのに、なぜ信号の色を教えてもらえないんだろうって未だに思っています。まあ実はいろいろ開発は進んでいるので、もうすぐ大丈夫になるはずなんですけれども、まだ今はね、視覚障害者が一生懸命耳を澄まして、多分青だろうと思って盲導犬に指示を出して、また白杖で歩いています。ぜひ周りで皆さんが信号で視覚に障害がある方と一緒になったら、ぜひね、青になりましたよ、まだ赤ですよ、もうこの一言だけでいいのでかけられるようになってほしいなと思います。では続けて、今日はね、もう盲導犬のお仕事ちょっとここでは難しいので、次介助犬のお仕事を実際に見ていただこうと思います。で、他のワンちゃんたちがいると、他のワンちゃんたちもお仕事したくなっちゃうので、ちょっとね、横に移動していただきます。じゃあ、マリーさんは向かって左側に、移動します。松本さんは奥に、はい、お願いします。ありがとうございます。では、介助犬の実際のお仕事を見せていただこうと思います。もしね、見えにくい方、少し後ろの方の、様子見ながらですね、見えるところに移動していただいても大丈夫です。先ほど佐藤さんからお話ありました、神経が怪我をする、まあ事故など病気などで神経が傷ついてしまって、そこから先こう信号がいかなくなるから手が動く範囲が限られたり、もう握力がすごく弱くなったり、足が動かなかったり、いろいろあります。そんな時、やはり物を落としやすいんですよね。そのあたりのデモンストレーションで秋山さんに、今日はトレーナーの、千葉介助犬協会から、秋山さん来ていただいてます。お願いいたします。はい、千葉介助犬協会の秋山と申します。今から10分程度お時間いただきまして、介助犬のお仕事を簡単に紹介させていただきたいと思います。
あのさっきちょっと簡単に紹介がありましたけど、あの介助犬、手足が不自由な方の生活をサポートします。手足が不自由といっても、あの皆さんそれぞれ障害が異なりますので、ユーザー、あの介助犬はユーザーさんの障害に合わせてオーダーメイドで訓練をしています。なのでイムワは佐藤さんの介助犬にしかなれないということです。でいろいろ佐藤さん、イムワにはお仕事やってもらっているんですけれども、今日はその中の一つ、落としたものを拾うというお仕事を紹介してもらおうと思います。でよく落とすものランキングの上位のパスケース、今から落としてもらいます。佐藤さんに落としてもらいます。ちょっと落としてもらって、実際はねこんな想定はしてないです。じゃあ拾ってもらいましょうか。今のタイミングで大丈夫です。まず名前を呼んでテイクという指示で拾って拾って、待って、拾ってギブ、はい、もう一回指示を拾ってギブという指示で、はい、上手に拾うことができました。まあね、あの私たちもそうですけど、いつ物を落とすかなんて予想しないし、できればみんな落としたくないんですけど、やっぱり落としてしまうこともあって、まあ、今ねたまたまあのスーパードッグじゃないので、今拾ったけど佐藤さんの膝に当たってしまって一回落ちてしまって、でもう一回拾いましたね。これ失敗してもこう楽しくできるっていうのが、まあ、介助犬に向いている素質の一つだなと思います。でこれ今を今度バトンタッチします。介助犬の広報を担当しているステラにちょっとバトンタッチをしようと思うので、今のところに違う、今はちょっと、今から来る子は介助犬の広報を担当しています。介助犬の訓練をしたけれども、まあ、介助犬にはちょっと向かなかったので、私たちと一緒に広報を担当しています。一緒にね暮らしていたこともあるので顔なじみですね。では、ステラにはそれ以外の介助犬の落とし、それ以外のお仕事を紹介してもらおうと思うんですけれども、緊急時の連絡手段の確保というお仕事でを紹介したいと思います。例えば車椅子に乗っていて、お家の中で車椅子に乗っていて、例えばベッドに乗り移ろうと思った時に転倒してしまった、誰か家族の人がいたらちょっと困ったから乗せてっていうふうに、もう一回車椅子乗せてってお願いできるんですけど、例えば一人暮らしの方とか家族の人が外出している時に落ちてしまった時に、携帯電話を持っていれば助けを呼ぶことができるんですけれども、あの携帯電話を持っていなかった時、そんな時に例えば隣の部屋に携帯電話があった時とかに介助犬が行ってくれると、携帯電話を持ってきてくれて、そうすれば誰かに助けを呼ぶことができます。で今からちょっと携帯電話を隠したいと思います。隠します。でちょっとバレないようにフェイントをかけます。では今からステラに探してもらおうと思います。携帯という指示で携帯を探します。でユーザーさんは介助犬があの探しやすいようにストラップをつけてもらっていることが多いですね。で探して終わりではなくて、困っているユーザーさんのところに持ってきて初めてお仕事として、でこういうふうに緊急事態の時に連絡手段を確保してもらったら、例えば今まで一人暮らしを諦めてた方が一人暮らしができるようになったり、まあ、安心して留守番ができるようになったりします。で最後もう一個だけ、上着を脱がすという介助犬のお仕事を紹介したいと思います。これ実際今はもう毎日佐藤さんが外出した時にやってるんですけれども、こういう長袖ですね、脱ぐ時、皆さん多分まあこの後お家帰って脱ぐ時にちょっと想像してみてほしいんですけど、皆さん脱ぐ時もこう肩を自由にこう動かしますよね。脱ぐ時ってどうやって脱いでるかなってわからないぐらい毎日当たり前にやってると思うんですけれども、まあ、手足が不自由な方の中には、例えば肩動かしにくかったり動かすことが痛かったりする方もいて、上着脱ぐのとても時間がかかる方もいます。でそんな時に介助犬が上着を脱ぐお手伝いをしてくれるととても楽になる、佐藤さんもとても楽になったっていうのを聞いてます。袖という指示で袖の 前歯で加えて引っ張って、で肩が外れたら脱ぎやすいんですね。でこうやって肩が外れれば肩をたくさん動かさなくても
脱ぐことができます。はい、お仕事上手に、ちょっとね、分かりにくいんですけれども、本当なんか、本当ちょっとした手伝いだけですごく楽になるんですね。すごく今どこを拍手で褒めたらいいか分からないぐらい一瞬だったと思うんですけど、本当にこういう小さい助けっていうのがユーザーさんにとても助かるお仕事なのかなと思います。でも実際のユーザーさんから聞いたんですけど、一回なんかこの袖やってもらった時にビリッて破けたことがあるから、一長羅の時は頼まないって言って、いや、お仕事着だけお願いしてるっていうのは聞いたことあります。はい、以上が介助犬のお仕事になります。ありがとうございました。ありがとうございます。場所ね、ちょっと待ってね。訓練するときってどんな風に訓練するんですか？はい、ありがとうございます。訓練するときはおもちゃ使って教えます。よくね、厳しい訓練をしているイメージを持たれることが多いんですけれども、犬たち、まあ、お仕事しなくても楽しく生活はできますし、私たちの中で犬たちがお仕事を、あ、そう、ごめんなさいね、もうね、チャンプね、みんな大好きだよね、テニスボールね、犬たちがボール遊びをするのと介助犬のお仕事をするのが同等に楽しくできるように教えていて、これテニスボールを加えて遊んでるんですけど、テニスボールを例えば地面にテニスボールを置きます。置いて人の指示があってから拾う、拾ったら訓練士に持ってくるっていう、持ってくるっていうお仕事、まあ、テニスボールを置いてあるところ、テニスボールを持ってくるっていうのと、携帯電話を、携帯って言われて持ってくるっていうのは犬の動きとしては一緒なんですね。だからテニスボールで遊ぶのと携帯電話を探して持ってくるっていうのが同じぐらい楽しくなるように私たちは訓練の中で教えています。で、これバンダナですね。バンダナを引っ張るのと上着を引っ張るのっていうのは犬の動作としては同じなんですね。なのでバンダナで引っ張り合いっこするのも上着を脱がすのも同じぐらい楽しくなるように私たちは訓練の中で教えています。例えばイムは2年かけて訓練をして介助犬になりました。ステアの場合は1年ぐらい訓練をして迷ったけれども PR 犬の方が向いてるなと思って PR 犬になりました。犬によって性格が異なるので、私たちはこの子はこの道に進むのが一番幸せだなっていう道を選択して訓練をしております。はい、ありがとうございました。じゃあもう一回拍手をお願いいたします。ね、もう待機している犬たちにとってはすごい苦しい時間になりましたね。楽しそう、私も僕もやれるんですけどみたいな顔で尻尾振りながら、見ていました。今の様子見ていただいてお分かりになっていただけたんじゃないかなって思います。補助犬たち、スーパードッグ、すごい大変な訓練をして、ストレスいっぱい訓練されてかわいそうって未だに実は言われます。24時間働かされてかわいそう言われます。どうでしょう、見ていただいてすごくハッピーな様子を見ていただけたんじゃないかなって思います。訓練も楽しく楽しく教えます。なぜならこの子たちがハッピーでないとユーザーさんがハッピーじゃないからなんですね。そこはすごく大切にしているところですので、ぜひね、今日誤解していた人がいたら、違うんだっていうことを覚えて、そしてみんなに広めていただきたいなと思います。じゃあありがとうございました。では最後、聴導犬のデモンストレーションするので、一旦外に、ごめんなさい、介助犬のお二人はスペース上、ちょっとこのスペースを使いますので、外の奥でちょっと楽しみに待っていてください。また呼びます。で、聴導犬の、ではチャンプ君、3頭目、3種類目聴導犬のチャンプ君に来ていただきました。じゃあここからは実際のユーザーである松本さんに聴導犬のお仕事紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、松本です。僕もボール遊びができるのっていう気分でちょっと目キランランと輝かしているんですけれども、チャンプにはボール遊びではなくて
聴導系のお仕事の様子一つだけなんですけれども、今回皆さんの前でお見せしたいなと思っています。ジャンプと、今回お見せするのはキッチンタイマーなんです。私たち、皆さん聞こえる皆さんもお家には1個ぐらいあるかなと思うんですけれども、お料理をする時だったりとか、30分だけ勉強しようとかいう時とか、30分後にお迎えに行かなきゃとか、何か時間が来たことを知らせてもらうためにキッチンタイマーって結構使いますよね。特にお料理をされる時なんかは使われる人も多いと思うんです。私も使います。でも私たちは耳が聞こえないので、タイマーで時間になって音が鳴ってもそれを聞くことができません。だから普段は聴導犬がいない場合はまだ時間になってないかなって確認しなきゃ、冷蔵庫に貼ってあるキッチンタイマーを見に行って、あ、まだ3分ある、他のことをする、あ、まだ1分前だったっていうふうに時間をセットしたことを忘れることができない。いつもそのことを気にしてなければならない。聞こえていれば忘れて他のことをしていても、音が鳴ったその時に思い出せばいい。それは音というものの役割として、忘れてる人だろうが寝ている人だろうか、時間だよとか何か起きたよっていうのを知らせるのに音が使われる。でもその音を聞くことができない私たちは、音を起きてるんじゃないか、もう鳴ってるんじゃないか、もう赤ちゃんが泣いてるんじゃないだろうかっていうことをいつもいつも気にかけてなければならないですね。それをキッチンタイマー、チャンプが教えてくれることによって、私はとても安心できるということをちょっとお見せしたいなと思います。ジャンプちゃん、とてもじゃないですけど、お仕事するワンちゃんには見えないですし、盲導犬のベイちゃんにしても、イムー君にしても立派な体型、体格と凛々しいお顔をお持ちなんですが、私のパートナーはこんな感じで、こんな感じなので、ちょっと皆さんのイメージからはとても大きくずれるかもしれないんですけれども、しっかりお仕事するところをお見せしたいと思います。じゃあちょっと時間をセットします。た瞬間ちょっとキリッと顔が変わったと思います。私は今座っていたので、チャンプ音が鳴って、もしも音を、場所が分からなければ音を探しに行きます。そして、あ、ここで鳴ってるって分かると、次は私を探しに行きます。今は見える位置で鳴っていて、セットしてたった20秒しか経っていないので覚えていたんですけど、音を探して、音を見つけると私を探して教えてくれます。座っていれば今のように足にタッチしたり、立っていれば飛びついたり、寝ていれば飛び乗って教えてくれます。飛び乗っても起きなければ布団をかいて、それでも起きないと顔をなめて、とりあえず私を目覚めさせ、チャンプに何どこって言うまでしつこくアクションを起こしてきます。そして音が、私が気づく と残念なことに犬なので、タイマー鳴ってるよとか誰か来たよって言うことができない。だからどこ何って聞くと、その場所に連れてってくれる。唯一煙探知機、警報器の時だけは音の場所には行かずにその場で伏せます。その場で伏せることによって、あ、緊急事態って分かって、私はそれによって逃げるっていう手段を取ることができる。それ以外は音の場所に行きます。スマートフォンにメールが来た時、バッグに入っていようが、お布団の中に入っていようが、それを見つけて教えてくれます。こうやって私の
生活上必要な音を教えてくれるというのが聴導系の役割なんですけれども、実はそれだけではなくて残り2つ大きなミッションがあります。1つは、音っていつ起こるかわからないですよね。人が突然来るかもしれないし、タイマーもいつなるかわからない。私たちは聞こえないので、いつもいつもその音を気にかけてなければ、音が起こってないのにもしかしたらと思って、この子の前の 2頭のワンちゃんには子育てをサポートしてもらったんですけど、赤ちゃん泣いてないのに泣いてるかもと思ってドキドキしてなければ、夜も起きて確認しなければならない。でも聴導犬がいることによって、実際音が起こっていない時に、私は、あ、音が起こった時この子が教えてくれる、じゃあ私忘れててもいいんだ、寝ちゃっててもいいんだ、何しててもいいんだ、いざという時はこの子が教えてくれるから大丈夫と、実際に音が起こってない時に私に安心や自由をくれる、それも聴導犬の大きな役割です。盲導犬や介助犬と比べて聴導犬は自分から動くんですね。私が何かしてってお願いすることはないんです。自分で音を聞いて教える、でもそれをしてくれると思えることで、私は安心して生活ができるようになりました。そして最後にもう一つ、チャンプのいない私だけを見て聞こえない人だって気づかれます。聴覚障害者は外見でわからない障害なんですよね。だから私が皆さんの中に座っていても、逆に皆さんの中に聞こえない人がいても、私にはわからないんです。でもどうですか、チャンプがいたら、あ、聴導犬連れてる、じゃあ私は聞こえない人だって皆さん気づきません。だ、そんな人が電車に乗っていた時に緊急の放送が流れたら、皆さん、あ、この人は聞こえてないって気づきません。そうしたら、あ、教えてあげようって思ってくれるかもしれないじゃないですか。それは私が音が鳴っていることに気づかない私、そして何もしないかもしれないけど一緒にいるチャンプ、チャンプは私が聞こえないということを周りの人に気づいてもらう目印、そういう役割も。だから仕事をしてないように見えても一緒にいるだけ、それも聴導犬の大きな役割になっているということも知っていただきたいなと思います。以上です。では聞こえない人に見える拍手をしましょう。両手でひらひら、キラキラキラです。アマン状の拍手です。ありがとうございます。はい、ではユーザーさんたちにちょっと戻ってきていただいて、ここまでのところでぜひ質問したいことがあればいくつか受けたいと思います。もちろん後半にも、最後に質問の時間作りたいと思いますので、ぜひ聞いてみたいことがあれば、もう気軽にご質問いただければと思います。今どうでしょうか、ありますか。ではマイクを回していただけますでしょうか。はい、ではお願いします。はい、話、いろんなお話ありがとうございました。スタバに行かれるとかというお話もありましたけれども、そういうふうにレストランとか、それからどこかの施設に行った時に、ワンちゃんの座るっていうかスペースを、迎える側としては用意してあげた方が本当は望ましいんでしょうか。はい、ありがとうございます。よくですね、確かに聞かれます。大きい犬が来るんだよね。まあ、特に介助犬は車椅子の方のスペースも必要で、プラス、ね、介助犬ある程度大きい子じゃないとできないので、そのスペースはって言われますけれども、まあ、だいたい見ていただいて、まあ、ちょっと今離れすぎてますけどもうちょっとにキュッと近くに寄ってゴロンとすることができます。なので車椅子が入れて、犬の、まあ、1頭分のスペースが前でも、横でも、
時に後ろしかない場合は後ろでもリードを伸ばしてそこでステイさせるっていうこともあると思います。まあ基本一人でね見えないところに置いておくってことはしないんですけれども、例えばお店の端っこだったりすればそこに置いておくこともできるので、そのスペースがあれば、問題ないです。なので、一番大事なのはお客様として来られた際にどのようなお手伝いしましょうかと聞いていただくのが一番いいですね。で、よくですね、介助犬、まあ、補助犬と一緒のお客様を、もう、他のお客様とは相当離れた奥の方とか、配慮いただいているつもりだとは思うんですけれども、いや、皆さんと一緒でいいですよっていう、場合もあります。ただお店の場合難しいのは他のお客様でアレルギーの方とか犬が嫌いな方もいらっしゃると思うので、その場合はですね、隣のお客様に今ここに、補助犬ユーザーさん盲導犬のお客様来られますけれども、大丈夫ですかって言っていただいたら、私今まで何百人と一緒にいろんなとこお食事行ってますが断られたこと1回だけ、それもそのお客様はあ、ごめんなさい来ていただきたいんだけど、どうしても私犬怖いんですと言われました。その時ね、無理に私たち入れろとは言いません。あ、わかりました、では他のお席少し離れたところでね大丈夫ですよっていう形で、どちらのお客様も気持ちよく利用いただけることが大事だと思うので、そこのこうきっかけ作りをお店の人がしていただく、大丈夫ですか、あ、いいですよどうぞどうぞ、もうそこからね仲良くなられたりすることの方が多いので、基本は、盲導犬さんの場合だったらユーザーさんが座って、その椅子の下が空いてたりテーブルの下が空いてたりしたらもうそこにコソンと入って、犬たち結構狭いところも好きなので落ち着いてそこで寝てくれてたりします。はい、大丈夫でしょうか、ありがとうございます。いいですか、追加でいいですか。私たちがよく拒否をされるときに、例えば補助犬用トイレなどの設備がないからダメですとか、うちは狭いのでダメですっていうふうにもう受け入れない理由としていろいろな理由を探されてそれを出されてしまうんですけど、まあ補助犬トイレなんか特別いらないんです、いらないっていうことであったりとか、特別なスペースはいらないとか、そういう正しいことをご理解いただけると、そんなになんかすごい補助犬を受け入れることがすごく大事業ではなくて、自然と小さいお子様連れのお客さんを受け入れるとか、杖をついたお客様を受け入れるのと同じくらいの 軽い気持ちでっていうと言葉は悪いんですけど、まず受け入れていただくと、あ、もう少しこうだとお互い気持ちよくできるよねとか、お店もじゃあちょっとここで椅子を広く動かすといいよねとかっていうことを学んで経験を積んでいっていただけると思うので、まず最初にうちは特別な設備があるから無理ですみたいに断られてしまうと、それ以上の道が開けないので、ぜひわからなかったらどうですかってお互いに聞いていただければ、無駄な拒否をなくしていけるんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。すごくね素敵な質問をいただきました、ありがとうございます。これは補助犬ユーザーさんだけではなくて、障害がある方とか、あといろんな配慮が必要なお客様ってたくさん実はいらっしゃいますよね。日本語が通じないお客様だっていらっしゃいます。いろんなお客様、その時に言えること、すごく私はこれが一番大事だなと思っていることがあります。その目の前の人に対してですね、その人にもう聞いてください。その人が必要なサポート、先ほども言いました同じ障害でもいろいろ違うんですね。なのでその方が必要としていらっしゃるサポートって一人一人違うので、どんなお手伝いしたら、どのようにお手伝いすればいいですかってもう聞いていただいたら、その人はその自分の障害のプロでいらっしゃいます。補助犬ユーザーのプロでいらっしゃるので、もうプロの、言うことを聞きましょう。で、その場合ご自身のお店が、まあ、例えばすごく狭い場合、このぐらいのスペースしかないですけど大丈夫ですかって確認をしたら、それを見てプロが判断します。あ、ここまであったら大丈夫ですよとか、あ、ここがこのぐらいしかないんだったらちょっと入れないから今日はやめておきますとか、例えば車椅子も一段あるけど
一段あるからダメじゃなくって、一段あるけどお手伝いしたらいけるっていうことの方が多いんですよね。ぜひそういうふうにね、もう目の前の人に聞いていただくというのがいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ではちょうど、半分の時間になりましたので、ここで10分休憩を挟みたいと思います。では後半始めてまいりたいと思います。オンラインの方もよろしくお願いいたします。では今日ね、またね、私先ほど一個質問を忘れていたとユーザーさんたちから教えていただきまして、いつもこんな感じなんですけれども、大切な質問を忘れていました。補助犬と生活をしていらっしゃる、まあ年数はね、それぞれ違いますけれども、補助犬と生活をしていて一番助かったこととか嬉しかったこと、どういうことがあったかなっていうのをお一人ずつ聞いてみたいなと思います。マリさんどうですか？助かったこと、それは本当盲導犬のお仕事をしてくれるので、家から出た途端にやっぱりいろいろわからないところを一緒に歩いてくれるっていうことは、まあ、一番助かりますけれども、皆さんがやっぱり盲導犬歩くだけが私たちの、パートナーとしてのお仕事ともひょっとして思われている方には、やっぱり私たちの心を豊かにしてくれたことが私にとっては本当に大きいですね。私笑顔なんて忘れてましたけれども、やっぱり前の盲導犬フリちゃんの時もすごく尻尾を振る、太い尻尾でここに当たるんですね、歩くと。でベイちゃんも本当に尻尾を振ってくれるから、そこから本当に幸せが上がってきますよね。私をハッピーにしてくれること、私を前向きにしてくれたことがやっぱり私には大きなことでしたね。ありがとうございます。じゃあ拍手をしましょう。ありがとうございます。素敵ですよね。盲導犬ってね、スーパードッグですごいね、道教えてね、そうではなかったっていうことをもう分かりましたよね。ユーザーさんが頭の中の地図を思い描きながら、盲導犬が送ってくれる信号をキャッチして、あ、じゃあ次の道右、次の道左、信号まっすぐっていうことを判断して一緒に歩いていらっしゃるんですよね。そしてでもその原動力としてやっぱり前向きにしてくれる、これがね、すごく、このことだったらいけるかもしれない。このことだったらもうちょっと遠くに行けるかもしれない。旅行できるかもしれない。新しいお店行ってみたい。ね、お仕事したいとか。ね、そういう気持ちにつながる、すごく素敵なパートナーだなと思いました。ありがとうございます。では、佐藤さんにも聞いてみたいと思います。佐藤さんが、まあ、この2頭目のね、今和くん。前のニコル君との生活の中で一番助かったこと、嬉しかったこと、何がありますか？嬉しかったことは介助動作じゃないんですけれど、私が咳をしてた時にハウスから出てきてじーっと顔を見るんですね。でしばらくすると今度尻尾振り始めるんですね。でそこで構ってあげてありがとうって言うと、また戻ってってハウスに寝るっていう、こんなちょっとしたことなんですけど、すごくありがたいと思いました。ねえ、やっぱりその気持ちの面でのサポート、まあ、いつも一緒にいるからでだっていうこともあるんですけれども、24時間働かされてるわけではないんですね。今もう見ていただいてお分かりの通り、今はもう爆睡タイムだ、今日もお母さん話長いぞっていう感じで寝ています。これね、とっても大切な、実はお仕事。待機という、待機する、待つというお仕事なんですね。この子たち、補助犬として選ばれる子たちは、どんなところに行っても、今日のこの状況、あんまり日常ではないですよね。たくさんの目が自分に集中します。そしてね、環境もお家じゃない、初めての場所。の人もいらっしゃいます。それでもこんなに爆睡してリラックスできる。そしてお母さんが、はい、お仕事よと言うとお仕事ができる。逆に聴導犬だけは、お仕事よってお母さんが言うわけじゃないですよね。必要な音が発生したらお母さんに教える。
そういうことを常にリラックスしながらできる。これが一番実は補助犬たちにとって必要な適性でもあります。だからお家の中では皆さんの飼っていらっしゃるペットと同じようにリラックスして過ごしている。そんな時に佐藤さんがね、いつもと違う咳込んでたりすると、あれあれ、お母さんどうしたの？心配になって出てくる。でもやっぱりそれ嬉しいですよね。特に佐藤さん今一人暮らししていらっしゃるので、やっぱり心強いパートナーであることは間違いないなと思いました。ありがとうございます。じゃあ拍手をお願いいたします。では、松本さん、一番助かったこと、嬉しかったこと、どんなことがありますか？はい、先ほど聴導犬の役割のお話をさせていただいたときに、音を教えてくれるそのこと以上に、その音がないときも安心抱いてくれるっていう話させていただいたんですけど、まさにそれが私にとっては聴導犬と生活をしてみて初めて知った本当に助けてもらっていることなんですね。それに加えて聴導動作ちゃんと訓練で教えてもらった音を教えるというのはもちろん聴導犬の役割なんですけれども、やはり犬生き物なのでいつもとは違う音が起こったとかなんか変な音がしているっていうと犬なりに気になる素振りをするんですね。例えば自転車が後ろから来てチリンチリンって鳴らしたら教えるというのは訓練で身についている。でもそういうチリンチリンじゃないけれどもなんか後ろから接近してくる音があると犬は気になって振り返ったりとかするんですね。それによって音の存在を私は知ることができるんです。ベランダ外カーテンの外でやたら気にしてると思ったら近所の人がおしゃべりしている声がすごく響いてた。仕事ではないんです。でもこの子がそれを感じて気にするそぶりから音がそこにあるんだということを知れる。やはり音がを失ってからそういう必要じゃないことも含めたいろいろな音がこの世の中にはあるということを聴導犬によって思い出させてくれるようになった。それが一つ大きなこと。あともう一つは私聞こえるとか聞こえないとかなんて全く考えない生活をして生きてきたのが突然聞こえなくなって20代の時に聞こえなくなった時にもうできないことばっかり思い浮かんだ。もう結婚なんか無理とか子育てなんか無理っていうふうに思ってました。でもやはりそこで聴導犬と出会ったことで私自身の耳は聞こえないけれどもこの子の助けがあれば結婚しても家で一人で留守番できるかもとか子供が生まれても赤ちゃんの泣き声を寝たら起きない旦那よりも役に立つ聴導犬が一緒にいてくれるなら赤ちゃん育てられるかもとかそういうふうに自分ができなくなってしまったことを数えていた生活が聴導犬と一緒に暮らすことでできるかもと思って踏み出すことができた。そのおかげで奥さんにもなれましたし3人の子供のお母さんになることもできた。それが私の今までの30年近く聴導犬と暮らしてきた年バレちゃう中での聴導犬からもらった一番大きなプレゼントだと思っています。はい、ありがとうございます。もうね、松本さんのところは一番上が社会人、2番目大学生、3番目高校生でいらっしゃるのでね、もう泣き声を教えるっていう仕事はチャンプ君はいらないんだけれども、孫がね、もうすぐ孫を教える、孫の泣き声を教えるようになるかもしれないですね。ありがとうございます。今皆さん聞いていていただいてお分かりいただいたんじゃないかなと思います。ただの作業をする、お仕事をする犬ではないんですね。いつも一緒にいて、いつも安心を安全をくれる、本当にかけがえがないパートナーですよね。なので置いてきてくださいとか、うちの施設利用できませんとか、一緒にいられない状況っていうのはユーザーさんたちからしたらありえないわけですよね。ぜひそういうね、ことじゃないんだ、一心同体なんだっていうことをね、知っておいていただければ嬉しいなと思います。
ではここからまた少しちょっと補助犬から離れて、マリさんのその先ほど趣味で聞いた絵を描くっていうこと、今もうマリさん光が少し感じるぐらいっていうことですけれども、絵を描くってどうやって描いてらっしゃるのか今日ぜひ聞きたいなと思いました。教えてください。ですね、私は、まあ、両親が画家だったので、小さな時から本当に色の世界にいたんですね。でもう見えなくなった時に、落ち込んだ時に絵本を作るという色の世界にもう一回入ったんですけど、2020年にやっぱり私の目の前にその絵描きの中で育ってきたからか、もうその皆さんが見えない原子、この前に今もいろんな文様とその人の顔が7層8層にこう透明の形でここに出てるんですね。もう少し見えていた頃はその現実の社会の上にその何層にも透明な、コミック雑誌の中から飛び出してきたようなものがこうずっと朝起きてから本当に夜深い眠りに落ちるまでうごめいてるんですね。で、私はそれをやっぱり皆さんにお知らせしようと思ったのは、これシャルル・ボネ症候群っていう、症状だったんですけど、これをやっぱり持っている人でみんなに伝えても信じてもらえない、あるいは口に出して言えない人がたくさんいるっていうことを知ったんですね。で、一人で悩んでいる人たちがいるっていう中で、これを発表して、まあ、自分の好きな絵の世界としてこう作品展をするっていうのを、まあ、仲間たちからも手伝うからということ、サポートするからっていうことで、2020年に池袋で、個展をしました。もうコロナ入ってたんですけど、400人かな、そのくらいの人が1週間で来てくださって、去年は神戸で3週間病院ですね、アイセンターっていうところでさせていただきました。今日その中の3作品だけですが、後ろに持ってきたので、後ろにあるんです。電気をつけていただいて、私の目の中は見えないけれども光って、そのこれでは3層4層ぐらいしか表現できなかったんですけど、暗くしていただいて、電気つけていただいて、ちょっと見ていただければ、私の目の前はこんな感じです。ぜひね、また後で実際にご覧になっていただきたいんですけれども、何重にもアクリルのね透明板があって、そこにマリさんが見えているいろんな模様が描かれています。で、これを描いた時は私はその黒い紙に白のポスターカラーをで描くというのも、すごい強い光を当てて一筆書きですね、落としたらそれで絵を描いたんですね。目の前にあるものをこうやって描いていった。一回手を上げちゃうともう同じところには置けないですけど、でその時に私の目には光がよりダメージを起こすんですけど、もうこの目をの最後のちょっとの視力と引き換えにこの作品は絶対残そうと思って、できるだけのことは自分で描きました。でももちろんそのいろんなところは私の仲間2人が、1人は絵を描くのが得意な人なので、私と話し合って話し合って私が見えてるものを再現、そしてもう1人の人はコンピューターが得意な若い子だったので、それをデータとして入れて出力してくれた。でまあその1人の人が言うには、マリさんにこの出来上がった世界のこの作品を見せてあげたいと言ったぐらい、私には出来上がったものは見えませんが、私の今見えてる原子の世界にもうほとんど近いものができたと思います。それでこれを発表した時に、シャルル・ボネというものが見える人の中でこんな綺麗なものばっかりじゃないよと、もう苦しい醜いものがいっぱい見えるっていう方ももちろんいますし、
私も一日中やっぱり見えてることで本当に鬱陶しいこともありますけれども、私はその綺麗なところだけをより強調して書かせていただきました。これはやっぱり画家の娘として少し美しい作品を残したいという思いがあったからですね。で、今あのこの近くですね、天王洲アイルに、なんて言うんでしたっけ、美術展、天王洲アイルに自然の中になんかいろんな美術を置いてるとこがあるんですけど、そこに初めてペンテルさんが、出品しようということで、私のこの作品を大きなガラスの休憩所の一面に再現して、もう半永久的ですね、常設する待合所を作ろうって今進んでいます。まあ、夏ぐらいまでにはできたら皆さんも行ってみてくださいということですね。はい、あ、拍手ありがとうございます。で、皆さんにお願いがあるんですけど、私 YouTube でシャルルボネ背余りで出してますので、まだまだ口に出せない人たち、苦しんでる人たち、あとお医者様でもまだこれがわからない眼科の先生や、あるいはちょっともう苦しくて精神科に行く方もいるので、一人でも多くの人に伝えたいです。これはおかしなっていうか、病気ではなくて症状だということを伝えたいので、よろしくお願いします。ありがとうございます。そうなんですね、その方にしか見えないものなので、話しても理解してもらえないそうなんですね。お医者様も知らないから、ちょっと精神疾患なんじゃないかなっていうことで、治療もできないし、ご自身で苦しんでいかれる方も多いので、そういうね、方々に届いたらいいなと思います。ありがとうございます。ぜひ、後ろにね、ありますので、終わってからね、よく覗き込んでみていただけたらいいなと思います。ありがとうございます。では、佐藤さんに、またちょっとパラリンピックのお話を聞きたいんですけれども、私、いろんなお話、佐藤さんから聞いた中で、パラリンピックのお話ね、二つ、すごい印象に残っていることがあって、まず、トレーニング。指の。トレーニングね。どんな、だってさ、可動域とか、握力とか、ないわけですよね。どうやってどんなトレーニングをしていたのかというのと、一番まあ大変だったと思うお薬の話、ちょっとお聞かせいただけますか。まず、トレーニング、どんなトレーニングしてました。非常に簡単で細かいんですけれど、輪ゴムを指にかけてそれを縮めたり伸ばしたりの繰り返しをやってました。だから佐藤さんにとってはそれすらも大変な作業なんだけれども、その指に輪ゴムを引っ掛けてずっと繰り返すことを毎日毎日されたわけですよね。それでこうどういうふうに記録が伸びることにつながるんですか。円盤を投げるときって自分の手のひらに乗せて上からこう包む形っていうか、ちょっとお皿を持って縦に投げるっていう感じなんですね。で、その時の引っかかりとして指は輪ゴムで鍛えさせてもらいました。なるほど。その握力を強くするっていうことが難しいわけですよね。もう神経が通ってないわけですから、それでも残っている残存機能って言いますけれども、そこをちょっとでも鍛えてね、引っかかりを作ってっていう、実はきっとパラリンピアンの方々ってそれぞれお一人お一人違う中でものすごい工夫と苦労されてるんだなっていうのを佐藤さんの話を聞いてね、私も初めてそういうことなんだろうなっていうことを想像したエピソードでした。もう一つお薬のお話聞いた時に、ああそんなことがと思ったんですけれども、ありますか。最近スポーツをスポーツを競技としてテレビ放送をするようになってきたので、ご存知の方もあるかと思うんですけれど、ドーピングって分かりますか。不正薬物を使うっていうことなんですけど、それでいろんな薬を
資料で飲んでたので提出したら、その中の一つがビンゴで、使うんだったら出場できない、出場しないんだったら使っていいっていう状態になっちゃったんですね。で、当然出場したい、じゃあ薬やめます言ったのは大変でしたけど、自分でなんてこと言ったんだっていう感じになったんですよ。特に死体不自由の方って痛み止めを飲まないといろんなところ痛かったりするんですよね。それはもう多分私には理解もできない痛さなんだと思うんです。いろんなところが、それも一人一人違う。そしてドクターがちゃんと必要なお薬として出すわけですよね。でもそれがドーピングに引っかかってしまうということは、それが使えない、そうすると痛みとの戦いになるわけですよね。きっと今の選手たちもそういう痛みと戦いながら競技に臨んでる人たちいっぱいいるんだろうなと思うと、ただのスポーツ以上の苦労とか工夫があるんだなって思ったエピソードでした。ね、こういうお話やっぱりなかなか聞く機会がないので、初めて聞いて、ああそういうこともあるんだっていうねことを知れる、いいきっかけだなと思いました。ありがとうございます。では松本さんに聞いていきたいと思います。感激する、舞台を見る、聞こえないのにどうやってっていうのを教えてください。はい、私は小さい時から親の影響もあって映画が好きで、その中でも特に年齢層的にお分かりの方もいらっしゃると思うんですけれども、ウエストサイド物語とかマイフェアレディとかサウンドオブミュージックのようなミュージカル系の映画が大好きだったんですね。なので聞こえなくなって映画を楽しむという時も、洋画なら字幕がついているので見ることができたけれども、日本の映画であったりとか子供が見るようなポケモンとかプリキュアとかの映画、子供が見に行きたいって言っても私は一緒に行くことができなくて、アメフトをやってるがいかついお父さんが娘とプリキュアを見に行くというようなことが起きていたんですね。でも最近は大きくそれが変わっているんです。字幕、日本語の字幕を日本映画につけて見るということが最近は広まってきました。なので私もそういう日本語字幕付き日本映画というのを回数限定で、この映画館は何日から何日の間の朝一番の回だけは字幕付きでありますよみたいなの情報を得ると、それをたどって川崎まで行ったり横浜の方まで行ったりっていうふうにして見ています。それでもやっぱり見れるものが増えたのはとても嬉しかった。でも今はさらにもっと広がって、ある秘密兵器を使うとどこの劇場でもその字幕付きが見れるようになってきました。皆さん多分見たことがないかもしれないので今日は特別に持ってきました。このメガネ、字幕メガネというんですけど、まあ、ある会社 のメガネなんですけど、これを目にメガネをかけて、この先にデータをダウンロードしたアプリを入れてセットしておくと、劇場でこのマイクの音と同期してここに字幕が流れるんです。なので日本映画で顔をこう喋ってる人の顔を見てると、ここに字幕がずっとついてる。ちょっと目をそらしてもここに字幕が出てる。でここの隣には耳が聞こえる娘が普通に音声で字幕を見ていて、スクリーンには字幕はないんです。でもここに字幕がある。このメガネをによる字幕サービスというのが広まってからは、わざわざ遠くの映画館まで期間限定の日に行かなくても、家の近所の映画館で、あ、今日時間ができたから何とか見に行こうかなって言ってデータをダウンロードさえすれば見れる。ほとんどの映画が今そのようにしてアニメも見に行けるようになりました。同じようにこのメガネのサービスを使ってと劇団四季の舞台も見に行っております。また他のといろいろなプロダクションの作品、劇場を
演劇も最近はメガネであったりタブレットをここに置いて三脚で置いてそのタブレットに字幕が出る。それを見ることによってと舞台とセリフを一緒に見ることができるということも少しずつ広がってきています。それによってこの間も私はと小栗旬さんの舞台を見に行ったり劇団四季でライオンキングを見てあいいなとミュージカルの世界に浸ったりということをしています。で聞こえないから声が聞こえないからって諦めていたことがそういう技術の進歩によって映画も舞台もそして私はカラオケにも行きます。カラオケって便利ですよね。歌ってるところの色変わるし採点をやるとこういうこの音程の高い低いが出るので抑揚もわかる。なので私は自分が聞こえていた80年代の歌であれば一通り結構何時間でもフリータイムで歌えるほどカラオケが大事です。なので聞こえないからちょっと工夫は必要だったりサポートが必要だったりしますが同じように趣味を楽しんでいるという状態です。はい、ありがとうございます。では拍手を、見える拍手でお願いします。ありがとうございます。最後あと10分なので会場の皆さんから質問いただきたいと思います。もうユーザーさんたちに自由に、ぜひこの機会ですので聞きたいこと、聞いていただきたいなと思います。いかがでしょうか。オンラインが先に、もう質問届いているそうなのでではオンラインの皆様から質問をまず受けたいと思います。はい、それでは読ませていただきます。貴重なお話ありがとうございます。とても勉強になることばかりでした。お店などでも入れないことがあるとのことで理解が進むといいと思いました。質問なのですが例えば大きな地震が起きたときは補助犬と一緒に避難しますか、心配なことはありますかというご質問です。なるほど。地震が起きたときもうこれ皆さん同じご不安ありますよね。で地震が起きたときその人がどこにいるかによっても違うと思います。ご自宅にいるのか車に乗っているのか外出先なのかどこにいるかでも変わってくると思いますけれども、基本補助犬とユーザーさんは一緒なので一緒に避難をします。避難所での受け入れに関しても環境省のガイドラインでは同行避難、同伴避難ですね、同伴で避難できるとなっています。ですので避難所の中にも一緒に入れます。もう衛生管理も行動管理も見ていただいてお分かりの通りできているので問題はないです。ただ先ほどのお店と一緒、近くにアレルギーの人、犬が怖い人はやっぱり無理に近づける必要はないので距離を置くとか、あとは、サポートが必要な方の部屋を別に、教室を用意するとか、いろんな配慮でクリアできると思います。もう一つ重要なのはペットの同行避難ですね。最近ペットと一緒に生活していらっしゃる方も多いです。どうしても一緒にされることが多いので、ペット困りますって言われますが、補助犬とペットはちょっと違う。法律上も違うということを知っておいてください。ただ、最近はペットも同行、一緒に避難所までは行くことは OK です。その先の受け入れに関してはそれぞれの避難所のルールがあるので、そのルールに従ってペット専用のエリアがあるのか、一緒に避難所の中に入れるのかはその場所のルールに従います。ただ難しいのは地震で瓦礫が倒れていたり、歩くのさえ危険な場合がありますよね。盲導犬がいても歩くのが難しい道、また視覚障害者が覚えている地図が違う場合も、もう変わってしまう場合もありますよね。そういう時にはやはり周りの方のサポートが必要です。ぜひ同じエリアにどんなサポートが必要な人がいるのかっていうのを知っておいていただけたらいいなと思います。ありがとうございます。他に
オンライン以上ですか。はい、ありがとうございます。では会場の方からの質問ってありますか。はい、じゃあ一番前お願いいたします。すいません、視覚障害当事者の下奥と言います。今日参加者で多分初めての方多いし、子どもさんいらっしゃると思うんで、参加されてるってことなんで、ぜひこの機会に私結構知ってる部分はあるんですけど、話してほしいのは、まず盲導犬の場合は全国に17箇所かな訓練施設があります。そしてそこで大抵4週間ぐらい受けるっていうのが条件になってるんですけど、この受けた時にどんなことを受けて、それで実際にどういうふうに持てるようになったのかっていうその過程って大事だと思うんですね。パピーウォーカーとかってある制度あります。でこの制度はどういうふうになって、どういうふうに受けてまず盲導犬を持てるようになったのかっていうふうな制度さんですね。だから介助犬と聴導犬についても頭数は少ないけれども、やはり誰でもこう取れる入手できるわけではないし、訓練に対してのですね、やっぱり審査とかあるかと思うんですけども、その審査をどういうふうに、例えば誰でも受けられるわけじゃないと思うんですね。やっぱり必要性とか、それからやっぱり収入面とか、それから本人、特に盲導犬の中の場合は飼えるかどうかっていうことの審査もあるっていうのは聞いたことあるんですね。誰でも受けられるわけではない。その要件をちゃんと教えていただいて、そして実際に持てるようになるまでのその過程と、実際に育てていく場合のその補助ですよね。その辺あたりをちょっと今日初めての参加者も多いし、子どもさんいらっしゃるんで、ちょっと話していただけるとありがたいです。3人にお願いします。はい、ありがとうございます。たくさん質問をいただいたので、残り時間でですね、3人の方に聞いているとちょっと時間が足りなそうなので、すみません、代表で私の方から回答させていただきます。3種ともですね、皆さん、パピーボランティアさんがいらっしゃって、だいたい1歳、人間の年齢で20歳になります。犬の1歳20歳になるので、訓練センターに入って訓練を始めます。でそこから半年から1年の訓練を、して専門に盲導犬の訓練、介助犬の訓練、聴導犬の訓練を受けて適性があるとなったら、今度は希望者の方と合同訓練をします。でここから本格的に犬の飼育方法、衛生管理もそうです。毎日の排泄の管理で、ご飯のお食事の管理、全部当事者の方がやらないといけないですよね。ただ、当事者の方ではできないことも中にはあります。もちろんやはり障害がゆえにできないことがあります。そこはご家族であったりボランティアさんだったりお手伝いいただくことはありますけれども、お手伝いもしてもらう専門になってしまうと、犬は言うことを聞かなくなります。やっぱり一番大好きなお母さん、お父さんが一番自分のお世話をしてくれているということで、例えばですね、死体不自由があってご自身でご飯をこう器に入れておくという行為が難しい場合ありますよね。その時は、家族がサポートすることもあります。ただ OK という指示を最後出すのはユーザーさんです。なので犬にしたら、お手伝いはお母さんがしてくれてるんだけど、一番大好きなお父さんが最後 OK くれたっていうので、やっぱり一番大好きなお父さんなんですね。そういうところ、家族に世話だけお願いしてて、お手伝いしてほしい時だけにお手伝いっていうことは無理です。やはりちゃんと愛情を込めてお世話をするから、ちゃんと言うことを聞いてくれる。そのお世話の仕方もそうですし、あと認定をされたら、ちゃんと、盲導犬は国家公安委員会、介助犬と聴導犬は厚生労働省、厚生労働大臣指定の法人で認定試験を受けます。皆さんイメージとしては車の運転免許証のイメージ、このペアで社会に出ても迷惑をかけませんよ、ルールマナーが守れますよということを認定を受けて、きちんと試験を通って合格したペアが社会に出ることができます。ですので安心して受け入れてくださいとお願いしているんですね。排泄の管理も皆さんちゃんとユーザーさんがされていますので、でこういう場所でも、問題なく皆さんと一緒に、活動ができるんですよということを知っておいていただけたらいいなと思います。
またそのあたりの流れとか細かいことも、出て左の展示ルームの方に展示されてますので、ぜひ帰りにね見ていていただけたら新しい発見あるかもしれないです。ありがとうございます。では最後、最後すみません、一人だけいいですか。真ん中のピンクの、はい、はい、どうぞ。はい、では最後の質問をお願いいたします。向こうのパネルにも、それからあの本などにも、お仕事中は触ってはいけないというふうに書いてありますけれども、あのそういうことが分からずに、もし、触っちゃったり声をかけたりしちゃったらどうなっちゃうんでしょうか。やってみますかって言いたいところですけど、やったら大変なことになるので、ですね、人がたくさんのところでもこんなにリラックスできるっていうことは、人が大好きなんです。人が大好きな犬を選んでいます。これ人が嫌いだったらストレスでしかないですよね。私たち補助犬のお仕事、犬にストレスかけてまでやることではないと思っているので、実は適性として人が大好きなんです。なので街で、歩いてる時とか、いや可愛いワンちゃんって近づいて来られると嬉しくなっちゃいます。そして今までお仕事にちゃんと集中してキリッとしてたのが、え、遊んでいいの、遊んでくれるのってなっちゃいます。そうするとどうでしょう、盲導犬がもし道を誘導してる途中で呼ばれたりしたら道を間違えるかもしれない、反対側に行っちゃうかもしれない、危険ですよね。で、介助犬でもパッと落とした時に指示を出してお仕事をしてほしいのに、その時に気をそらされたら大事なものを拾えないかもしれない。聴導犬もそうです。必要な音を教えなきゃいけない時に誰かに触られてたら、いや何するのって気になっちゃって遊ぼう遊ぼうになってしまうと大変ですので、社会でお仕事中のワンちゃんには触らないでくださいというお願いをしています。まあ、もうね今日みたいなところでユーザーさんが今リラックスしていて遊んでいい時間ですよ、まあ、なかなかないんですけど遊んでいい時間ですよみたいなことがあったら、触ってもらって、コミュニケーションを取るようなこともたまにはあります。でも基本ね、このお洋服を着ているときはお仕事中ということを覚えておいていただけたらいいかなと思います。ありがとうございます。ではすいません、ちょっと時間過ぎましたが、最後にお一人ずつユーザーさんから、ここにいらっしゃる皆さんに伝えたいこと一言ずつお願いいたします。じゃあマリさんお願いします。今日はありがとうございました。やっぱり私たちが伝えるよりも皆さんが今日学んだことを、知ってる人に言ってくださる。一つタクシー待っていて私が断られた時に、後ろに立っている男の人にその運転手さんがどうぞ次の人って言った時に、その次の男性は僕は盲導犬を断るようなタクシーには乗りませんって言ってくださったんですよね。それが一番社会に伝わるお言葉だったと思うので、皆さんからやっぱり助けていただきたいと思います。佐藤さんお願いします。今日は皆さん長い時間お疲れ様でした。数は少ないですけれど、これから先も補助犬のことを見守っていてほしいと思います。ぜひ街で見かけたらね、声をかけて何かお手伝いしましょうかという言葉があると心強いですよね。そうですね、じゃあぜひ声をかけていただいて、犬には声をかけないでくださいってお願いしてますけど、人にもかけないでくださいって言ってないですよ。人にはかけていただきたいので、ぜひ人の方にね声をかけていただきたいと思います。ありがとうございます。では松本さんお願いします。今日はありがとうございました。私たちは特別なことをしたいというわけではなくて、
通に町の中でお買い物に行ったり、乗り物に乗って出かけたり、お酒を飲みに行ったり、おいしいものを食べに行ったりしたいだけなんですね。それが見えなかったり聞こえなかったり、車椅子に乗ってたり、いろいろな理由でちょっとしづらい、ちょっと不便、ちょっと困る、ちょっと不安、それを補助犬という方法で補うことで、皆さんが自由に出かけている街に私たちも同じように自由に出かけたいなと思って補助犬との生活を選んだの。なので補助犬を理由にそれが拒まれてしまうと、こんなはずじゃなかったよねってなってしまうんですね。だから特別な、例えばすごい空からスカイダイビングしたいとか、エベレスト登りたいとか、そういうのではなくて、日々普通の生活を皆さんが楽しむのと同じようにしたい、そのお手伝いをしている補助犬を断るということは、私たちを断る社会なんだということになってしまいますので、ぜひその正しい理解と正しくそれを広めていただくことによって、私たちが堂々と美味しいお酒を飲みに行けるような社会を、ぜひ私たちの目が黒いうちに作っていただけると嬉しいなと思います。今日は長い時間ありがとうございました。はい、見える拍手でお願いいたします。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。オンラインの方もありがとうございました。これで本日のプログラムは終了となります。先ほどもお伝えしましたが、後ろにマリさんの素敵な絵がありますので、シャルル・ボネの世界覗いて行って帰ってください。そして佐藤さんに銀メダルぜひ見せてほしいという方はね、ぜひ前に来て声をかけていただければと思います。そして企画展ぜひご覧になって帰っていただいて、たくさんの人に伝えてください。今日はこんなにたくさんのサポーターが増えたと思ってすごく心強いです。これからも補助犬たちのこと、補助犬ユーザーさんのことを応援し続けていただきたいと思います。本日はありがとうございました。